ター、ナイティナイのオールナイトニッポン。どうもこんばんは、ナイティナイ岡村です。矢部です。ちょっとお休みがありましたので、北海道の方に、もう思いつきやったんですけど、北海道の方に行ってきたんです、すいません、なんかお土産も何も買ってきませんでしたけども、これは申し訳ないんですけれども、北海道っていうと、もう真っ先に思い浮かんだのが北海道のスーパースター、大泉洋さんですか、大泉洋さん、関係性わからない人が、いるとは思うんですけども、大泉さんはもうその昔、ナップサック一つで、北海道から、東京に出てこられて、でひょんなことから一緒にご飯食べに行くようになって、おごってたんですね、僕が。かなりご飯食べさせたと思うんです、東京で。そういう、本人はね、もう今やもうスーパースターですから、紅白の司会やったりとかね、もう映画やドラマやでもう引っ張りだこですから、そんなことはもしかしたらもう忘れてしまってるのか分かんない。僕はもう覚えてるんですね、あっちこっち、飯をおごったなっていう思いでがあって、はい、でおごった思い出が、おごったなと、おごってきたなって、飯一緒に行った思い出じゃなくて、おごった何かあったら、あの人はお会計の時になると、ファーッとちょっとトイレ行ってくるわって言って、トイレ行って、出てこない、払うのね。でごちそうさまも一回も言われたことないんですよ。で北海道行くので、別に毎回ちょっと大泉君にすいません、北海道行くけれども、お宅スーパーストアスターですよねって、スーパースターだっておっしゃるので、お店教えてくださいって言って、で今回も何軒かお店教えていただいて、そこに、行かせていただいて、それもやっぱりスーパースターですから、でグルメですから、こんな店あんな店っていうあるよって言うと教えてもらって、スープカレーとかも、あ、スープカレー出してたでしょ、もらったこともありますし ね、そういうのもあって、さすがやなって、いうふうに思ったんですけれども、なんていうんですかね、もし彼が、石垣島に来るようなことがあったら、僕は大泉君に、岡村さんからですみたいな、一つ、一本でもその泡盛でもね、っていう思いはあるんですけども、大泉君はあんだけ僕がご飯をおごってきたのにもかかわらず、何もなかった。それはちょっとメールで入れさせてもらったんですけども、お会計僕でいいんですかって言うと、当たり前やろって返ってきたんですけど、大泉でもらっといた方がいいのかで、いやいやお前が払うんだよみたいな、あんだけ飯をおごってきたのに、そんなこと言われて、大泉さんの紹介のお店やったけど、お酒の一杯も出てこなかったけどもって言ったら、お店に説教やな言ってました。そんなことは一言も多分おっしゃってないんでしょうけれども、僕ならそうさせてもらったなっていうお話なんですけどもね、もう忘れてしまってるんだなって変わったなって言ったら、変わってへんわみたいなこと、もうずっとご飯おごったったのになって入れたら、いや、おごってもらったこと一回もないって言うんですよなんかで変わってすり替わって、全部俺が出してたやろってなってるんですけど、彼は全部もう忘れてしまってるんだなと思って、すごい悲しい出来事だったな。やっぱ難しいよね、やっぱりボケてって
ボケて返してるから、このそう会話として成立が難しいよね、二人。お、なんか、まあ、そういうふうに、大丈夫、ここは僕が払っといたよとかって俺が入れたら、そのやっぱ本人また忙しいみたいで仕事してて、うん、今忙しいと。そのメールで、メールでボケてくんなと。もう見落とすと。忙しいか、ちょっとま、ボケないでくれみたいなことまで言われて。今ちょ、時間ないと。そうなんです。まあ、でもそれでも、返信あんねん。一応ね、返信いただいたんですけども。俺はもうすごいいい人のイメージしかないのよね。ああ。まあまあ、仕事で会った時も。はいはいはい。ちょっとプライベートで、電話したことあって。はいはい。その時も親身になってね。うん。もうこっちが、もう慣れたこっちが切りたいぐらいやけど。ああ。オイズワンの方がすごい長い、いっぱい喋ってくれんの。ああ。まあ、こっちからお願い事したから。まあまあね。こう、いろいろこう考えて答えてくれて、だから、あ、本当にいい子だなと。大スターだ。そう、北海道の大スターだ。大スターなんですよ。まあ、ご自身でもおっしゃってましたけども。うん、まあ、だから、なんか、なんでしょうね。ちょっとまあ、悲しかったというか。で、僕もちょっと気使って、あんまりね、全部が全部、そのお店全部、大泉さんにお願いするわけにもいかないので、うん、で、お寿司とジンギスカンをちょっとお願いして、まあまあしてるやん。まあ、二食ですから、ちょっとまあ、お願いしたんですけども、でも教えてくれたんでしょ？教えてくれました、ほんで、しっかりと連絡先とかも全部教えてくれましたし。美味しかったでしょ？はい。うっすらとこう、なんか、岡村隆史が行くかもしれないみたいなことも、お店にも言っていただいてて。そこまでしてくれたらもう。ただまあ、何に文句があんのよ。まあ、向こうも忙しいと。いうこともありましたので、うん、帰る前の日の晩ご飯を決めてなかったんですよ。まあ、どっか行けるやろうなって勝手に思ってて。うん、予約してなくて。まあ、空港とかじゃなしに。じゃなしに、前の日やから最後なんか食べて帰ろうと思って。うんうん、で、一応そのお店の空いてる日に、ジンギスカンとお寿司を予約させていただいたんですけれども、うん、最終日、これもいくらなんでもほんまに大泉くんも忙しい言うてるし、またちょっと明日ご飯食べたいねんけど、さすがにちょっと入れられへんなと思って、うん。で、どうしようかなと思って。うん、あ、加藤浩二おるやんと思って。うん、遅加藤浩二やん。俺最初に出てきたけどな。まあ、小樽やけど。小樽やけど、加藤浩二おるなぁと思って。で、加藤さんに連絡して。うん。で、加藤さん、その時は繋がらないけど、後からどうしたって言って電話かかってきて。うん。加藤さん、北海道やねんけど、うん、なんか、なんかないかなって言ったら、うん、知らねえって言って。わかんねえなって言って、いや、一軒ぐらいあるやろって言ったら、ちょっと高いけど、高いけど、カニ屋さん一軒あるなぁ、って言って、うん。カニ屋ちょっと連絡してみ、って言って、うん。で、教えてもらって。連絡したら、もう、当に、いや、もう、今晩もう、もう、お席ありません。うん、すぐまた母さんに、もうカニ全然もうあかんかった、って言ったら、うん、知らねえなぁ、うん。そこしか知らん。いや、どこでご飯食べてた？北海道で。小樽やからな。いや、もう忘れたわ。って言って、うん。何にも戦力ならんね、うん。カニ一軒しか教えてもらってない、うん。こんな残念な。高俊かな。そうでしょ、うん、で、トシやと思って、うん。で、なんか、トシに電話したら、もうブワーっとお寿司屋さんとかも全部ブワー送ってきてくれって。うんところがやっぱり、なんていうのかな、やっぱもう当日やって、うん、で、まあね、なんか、北海道の知り合いが、うん、もう全部一言コメントつけてくれてんの。ここは北海道支社の、うん、何々さんが行きつけのお店ですとか全部。丁寧に。そうなんです。うん、ところがそこかけても、電話かけてもやっぱ当日は、う
まあそうやな、もうちょっと難しいですって言われて、うわもう行くとこないやん、ほんまにどうしよう思った時にイトックス、イトックスは本当にいろんなとこご飯食べに行ってて、東京なんかで困ったらイトックスに、今でもね、元マネージャーのイトックスに連絡して、どっかないですか、少々お待ちくださいって言ってまあものの5分ぐらいで3件ぐらいポンポンポンって出してきて、出してきてくれんね、うん、まさか北海道無理や。でも大泉くんと会わせてくれたのも実はイトックスなの。うん、イトックスがそのなんか、水曜どうでしょうの大不安で、でなんかそういうなんか向こうのマネージャーさんなのかなんかと知り合いで、出身とかじゃないじゃないねん、ないねんけど、なんかそういった大泉くんと会わせてくれたもイトックスやったし、なんか北海道行ったりもすぐ言ってた、うん、まあ一か八かイトックスに電話してみようかなと思って電話して、んで電話出てくれて、どうされましたいつものとおり、どうされ、今北海道におんねんけど、もう店がないと。うん。ね、もう夕方や、もう夕方ぐらいや。うん。北海道、まさか北海道なんか無理ですよね。って言っとくすね。一軒あります。うん。ちょっとお待ちか、どこも全部、もう埋まっててんで。うん。待ってたけど、イトックスが。すごいね。ちょっとお待ちください。ほんまにいろんなとこ行ってんねや。ものの5分で、バーンと、行けます。うん。ちょっとお店分かりにくいと思うんですけれども、お店の対象とも知り合いなんで、って言って、そこ、予約してくれたんだよ。もうなんかもう、すごいな、イトックスと思って、もう本当申し訳ないな、というぐらい、いつも困った時のイトックス。いや、もうどこ行っても伊藤がいいんじゃない、じゃあ。全然。まあ、北海道はさすがにと思うてんけど、ね。石垣行っても伊藤じゃない石垣はまあ、知り合いさんが。いっぱいいるからね。いや、すごいなぁ、思って。ほんで、まあ、伊藤くんにありがとう。いつでも、これぐらいならもういつでもさせていただきます。って言って。ほんで、まあ、大泉くんにも美味しかったよ。ありがとうございます。って言うと、何かわかる。お前もう北海道来んなよって言われて。できんって言われて。なんでこんなことを言われるんだと。厳しいなぁ。うん、なんか、鬱陶しかったんでしょうね。多分、ドラマなのか映画なのか分からないですけど、忙しい中、まあね、ここは俺が払っといてええのよね、とか、領収書もらっとこうか、とか、うん、大丈夫、俺が払っといたからっていうのがもう、もう最終的にボケんなや、みたいな。見るめんどくさい、みたいな、この前になってたので、相当、なんでしょう、忙しかったんだな、と思って、うん、最後はさすがによう連絡せんな、と思ったら、イトックスがバシーって、こう押さえてくれたっていう、ありがたいな、思って。うんうん、はい。普通に、まあ、だから食べログとかね、そういうのもまあ使うんですけども、うん、やっぱりなんかもうわからないから、どこが美味しいとか、伊藤さんもそこ行って、何でもここのお店はメニューにないものも作っていただけますのでとか言って、うん、全部教えてくれるから助かったなぁ思って、それがあまりにも美味しかったんで、全部俺はめったに聞かへんかなぁ、俺は聞くなぁ、そうやってどっかないかなぁ言ってまあそのやらしい話、ちょっと話早かったりもするやんか、相手の人がそのお店よく知ってて、ああ、ちょっと口聞いてくれて、ああ今誰々ちょっと行きたいって言ってるんですけど、うん、でまあ楽っちゃ楽やねんけど、 そうやな、そこやろ、そう、あとまあ、あとまあ味を知ってるっていう、だから、俺も人によるんちゃうかな。俺はあんまりせえへんかな。俺はもう言うな、ガンガン聞くタイプ。ほんで、まあ、あんまりにも、美味しかったもんですから、北海道の海鮮とかが。またもうちょっともう、もともと、お刺身とか、そういうのが好きやったもんですから、なんか、今日の朝もちょっと豊洲行って寿司食べたいなと思って。うん。豊洲行ったんですよ。北海道の帰ってきて。北海道から帰ってきて。
で朝のすごいな8時ぐらいですかね、豊洲行って、ほななんかあのその時は俺自分で調べたの、あのスマホ、ほなすごい写真見たらめちゃくちゃ並んでるとこやってんけど、そんなに並んでなくて、15人ぐらいしか並んでなくて、まあでもなかなかやん、なかなかやん、そこに並んでお寿司食べたけど、そこの、そこのお寿司屋さんが、またそのお笑いの人がバイトしてたみたいで、あの、大将の人がもうほら、その豊洲でやって、1時半には閉まねて、お昼。だから、俺のこともそんなに有名な方ですよね、ぐらいの感じを。ずっとお寿司握ってはるから。なんか見たことあるけど、お笑いの人ですよね、ぐらいの感じ。で、うちの店にも、あれだ、お笑い芸人目指してる人いるんです。って言ったら、あ、どう思うって言ったら、あ、同じ会社ですか、僕、松竹です。って言って。松竹芸能さんですか、言って。老舗ですもんね。って、吉本に比べた歴史もありますし、とか言って。バイトしてんねや。そう。そこを、あ、まあ、移転してない。築地から移転してるから、あれなんやろうけど、その、花子の岡部、君とかも築地でバイトしてる、あれ昔。そうやな。だその人らは知ってんねん、その花子のことは。でも俺のことなんかあんまり分かってない感じの人やってんけど。俺も怖いなと思って、ご飯もお寿司も美味しかったから、ああ、美味しかったと思って、で、そこに行ってある、豊洲も初めて食べてん、豊洲行って、そんな、お寿司屋さんとかも並んで食べて、な、行列できてたらちょっと躊躇するな。でもなんかね、並べるようになって、昔やったらもうラーメンとかでもお昼とかもラーメンとかスープカレー食べてんけど、並んでんねん、もう、有名なところは、でも昔はもうラーメンとか、なんでそんなラーメン並んでまで食べたん、札幌一番食べとけよっていうふうに思うぐらいの札幌一番最強説唱えてたんですけど、もう全然並べるわ、今。スープカレーも並んで食べたし。で、美味しかったなぁ、お寿司と思って。北海道で並んで食べたらよかったよ。食べて、あの昼は。あの、スープカレーと、ラーメンは、並んで食べた。北海道で。北海道で。で、それが全然できたから、築地でも並んで食べてんけど、で、美味しかったもんやから、これもアホやなぁ思ったけど、そこにいてあったガードマンさんに、魚買って帰りたいんですけど、ってガードマン、あの、買えませんよ。あの、一般の方買えませんから。え、買えないんですか、あの、ここは一般の人がお魚買うとこじゃないので、お魚買うんでしたら築地の方行った方が、あ、シラスが買いたい。いや、買えないんですよ。あ、そうですか、って。なんかカボスとかはなんか置いてありましたよ。野菜とかアスパラとか。それは買えますけども。お魚に関しては買えませんので。野菜は買えんねや。そう。まあ怖いなぁ。ちょっと笑うてはったもん。買えませんよ、ここでは。大きなさ、大きなマグロの等身大のこれ何センチみたいな。一番今年大きかったマグロみたいな写真も貼ってあるとこでやな。ガードマンさんいたってお魚買いたいんです。買えません。って言われて、知らなんで、築地ってお魚買えるとこや思てな。何にも知らんと言って。いや、ロケでしか行かへんからさ。そうや。まあ、ああいうのってスタッフが全部やってくれてるから、そこでな、食べられたりするけど。あれはだからロケ用なんだな。そうそう。ロケ用やんな。恥ずかしいわ。何聞いてあんねやろと思われたやろうけども。いやいや、すごいなと思ってさ。まあでも、その、まあ、並べる。まあ我慢できるようになるやろな。美味しいもん食べたい。そうね。昔よりあるやろな。そうそうそう。うん。ちょうどだからそのなんか、ああ、フェスタみたいな、そのなんか大通りのとこずっと何丁目とか全部ガーッとこう、店がバーッと出てんのよ。そこももう、あの、だから、各、ラーメンやったらラーメンのブースバーッて、牡蠣やったら牡蠣とかバーッて、で、北海道の地方のやつがガーッて集まってるとこバーッて、めちゃくちゃ美味しかったもんな、堪能させていただいて。本当に、お土産買っ
ってくるのを忘れました。いや、いつも別に買ってきへんやん。いや、なんか、どっか行ったから。三浦氏がこう、実家帰ったんでお土産とか言って、言ってもらってたんで、お土産渡さなあかんなっていうふうに思ってたんですけども、てっきり忘れてしまいまして、本当申し訳ないです。クレジーソルトありますんで、よかったら。三浦さんとか並べるでしょ。やっぱ並べる人なんやね。いや、俺も並ばれへん思ったけど、やっぱ並んで食べたらやっぱちゃうねんなーって。いや、じゃあめっちゃたまたまやけど気になってて、うん、餃子のお店なんですよ。餃子。うん。うん、もう専門店。餃子の専門店、うん。もういつ行っても、ぶわーな、もういつ行っても。うん。だから、すげえなって。で、よう聞いたら、ミシュラン。ああ。餃子のミシュランなんて初めて聞いて。で、餃子って美味しいやん。美味しい。どこ、別にどこの餃子って言ったらあれやけど。俺はもう王将世代やからな。王将の餃子今でも美味しい。今でもうまい。前行ったな、久しぶりな。そうそう、行ったの、柳沢と。王将。王将行ったの？な。うん。大阪王将。ああ。いいな。京都王将連れてったるな。そう京都王将連れてったらなもう本当になんか今すべて初体験なんやろな柳沢って。ああ餃子してうわ久しぶりやわー言うて俺、うん、どれぐらいぶりやろなっちって頼もうかっちって頼んで、で柳沢なんか喋らなあかんとか思ったやろな、よく来られるんすかっていう、うん、え久しぶりやわ、言うたやん。さっき言うたやん。ちょっと。何も聞いてへんな。だからまあ、王将自体、大阪王将はあるかもから、京都王将とかね、なかなか、東京になかったから、多分、あれ知らんのちゃう。だからその、もう久しぶりの王将の餃子も美味しくて。ミンミンもあるわ。あ、ミンミン。ミンミンの餃子も。ニンニク効いてて美味しくて、大きさもなんかちょうど良くて、でそんな中ミシュランの餃子ってなって唯一興味あるかな今。あそこあ食べてないの？そこ食べてない。食べてない。で気になってて、うん、これだからちょっとでも空いてる時にテイクアウトもできるから、うん、何が違うんやと、そのミシュランがつくぐらいの餃子って。そう、もうそれ今ちょっと楽しみにしてるんですよ。でもこれ美味しい、美味しいとは思うで、うん、美味しいとは思うけど、そのやっぱり餃子の王将でずっと食べてきた人間は、うん、なんかやっぱり餃子の王将が一番うまいってやっぱなってると思うで、ちょっとやっぱちゃうと思う。ミンミンも美味しいで。ミンミンももちろん。ミンミンは俺焼きそば好きや。そんなんはまあええねんけど。まあだからその学生時代一番行ってたんは王将のな。王将。まあ京都王将な。京都王将な。まあ、東京大阪王将もいっぱいあるから。そうそう。そうもう全然あれやけど。京都と、いや、まあ、メニューはほぼ一緒ちゃうかな。だからそのなぜ分かれてるのかもよく分かってない。そう。大阪と京都。嘘かほんまか。連分けなのか。都市伝説みたいなんで、なんか喧嘩別れした人が、うん、京都王将、大阪王将っていうのをやってるみたいな。うん、分からへんのよね。分からへんね、うん。ほんまのことは定かではない。なんも、ほんまな、のれん分けしただけかも分からへんけど。かも分からへんな。で、俺は学校の近くに京都王将があったから、京都王将に行ってただけで。うん。でもまあ注文して矢部調べやで、うん、注文して一番早く出てくるのミンミン。あ岡村調べいいいいですよ。いや京都王将やって、あの一気に一気に何やったかな、人数3分かなんかで、3分か5分かで何品かバババッと作れんねん。作れんねん。ミンミンも王将も出てくんね。こないだ1分50秒ぐらいちゃうか。おー。
注文して30秒で生チュー出てきたわ、うんうんうん、あ、そんなん言うんやったら飲んで、あ、美味しいなーって飲んでる時にもうカンって置かれたの。あ、餃子でーす。ほんなら、あの沖縄に、うん、あの沖縄そば、うん、食券買って席座ったら出てくるとかね。じゃあほんまに俺これあの TBS の番組でも、あの言うたもん。負けず嫌いやん、ただの。違う、ほんまに奥でおばあが見てんねん、もうその空いてる時やろ。じゃあ、あの見て、だいたいこの人これ頼むやろ、体型やら、もう長年やってあるから、それこそもうその時は俺店の名前も覚えとったけど、もう奥でおばあがこう見てて予想すんねん、入ってきた瞬間からもう、うん、もう食券買う時にはもうバーってもう作りで始めてない。外れることもあるやろ。じゃああるけど、これサービスですって出すね、うん、これ食べて外れたら、外れたら、あ、もうだからもう座ったらドンって出てくるわ、ほんまに。あのちゃんとちゃんと買ってから出してほしいわ。でも見てんねん、こうやって奥で。早すぎるやん。そん早いとこはそうやって早いでって、うん、まあその何調べかね、皆さん、いや実俺の町もうあかん、もうあかんって、変な来るって。こういうメールを募集したらいかんねんな、おかしなことになっていくからな。でもそういうのはあんねん。ああ、耳やけどな。いや、やっぱ餃子1日5万個やったっけ、卵一日、何やったっけ、 CM 昔やっててん、餃子のな。卵ちゃう、5万個は卵ちゃうか。5万個。餃子一日、なんぼなんぼ言って、忘れたけど、昔の CM でな、強烈やってん、なんか、何個使いますよ、何個作りますよっていう CM やってたぐらいね。うん、ま、話はね、随分それましたけど、大泉さんありがとうございました。ナイティナインのオールナイトニッポン、この番組は SB 食品、ボートレース振興会、日清機構、ワンカップ大関、高須クリニック、ブルボン、AK レーシング、ライオンケミカル、全国赤帽連合会、エイブル、ガチャガチャの森、ハッピーカーズ、以上各社の協賛で東京中田区有楽町日本放送キーステーションに全国36局ネットでお送りします。はい、曲です。樋口良一さんで6分の1の夢旅人。ナインティナインのオールネット日本ではあなたからのメールをお待ちしています。受付メールアドレスは nn@allnightnippon.com nn@allnightnippon.com です。各種 SNS ではハッシュタグナインティナイン ANN をつけて投稿してください。ナインティナインはカタカナ、 ANN のアルファベットでお願いします。おじさんたちとの2時間限りの宴、いざ開演、ナインティナインのオールネット日本。ニューヨーク市警地下鉄の安全強化のためロボット型の警察官ロボコップを試験導入、1987年ナインティナインのオールネット日本。メールです。はい、これは三浦氏が言ってたの繋がるかな。ラジオネームガーグルっていうか、旅行行く前に調べたりしないんですか。観光雑誌に載っている旅行地に行かずに知ってる人に店を聞き出そうとしているところから通な店に行っておきたいという嫌なプライドが見え隠れしてる気がします。あ、だからそのガイド、まあ確かにそのガイドブックとか載ってるとこよりかは、うん、やっぱりその今でもネットでね、星の数とかで、まあ、出るんですけど、うん、やっぱちょっとその例えばその現地の、ちょっとラーメン食べたいんですけれども、うん、って言ってガソリンスタンドの人に聞いたり、うん、タクシーの運転手さんとかに、うん、ちょっとすいませんって言って、うん、タクシー乗った時になんかないですか、うん、この辺にラーメン屋さんって聞いて、うん、教えてもらう方が、うん、なんかその地元のローカルの美味しいとこに当たることがあるなと思ったんで、何も調べてないわけちゃいますよ。こっちも調べた上で。プライドが見え隠れしてるわけではない。ね、そんな。もちろん調べた上での話。そこははしょってるだけの話です。
これいやこれねちょっとなんかちょっと我々の仕事とも関係してると思うんですよね。まあそれはあのいろんな出身地の方が集まってるじゃないですか、うん、東京に、はい、で仕事するじゃないですか、はい、っていうのもあると思うんです我々、うん、ちょっとかばうなら岡村さんをかばうなら、あのかばうとかじゃない、もちろん調べてますよ調べた上で、把握した上で、うん、なんかないですか、失敗したくないでしょ。失敗したくないというか、友達だから聞く。うん、地元が分かってるから聞く、うんうん。スーパースターだって言うから聞く。うん、そこだけ引っかかんな。大泉洋だけ引っかかんのよね。そういうふうに、もちろんそこは端折って、あれですけども、すいませんね、お言葉を返すようですけれども、もちろん調べた上での、出来事だということまず、一つ、プライドが見え隠れしてるわけではない。プライドなんか持ってない、あの旅行でプライドなんかはもう全然何の役にも立たないので、楽しもう、やっぱり、北海道って美味しいものもたくさんあるって聞きますから、それやったらその中でも、なんか美味しいもん知ってたら教えてください。でもそういう人もいるんじゃないですか、ツイッターとかで、あのどこそこにあの今度行くんですけど美味しいお店あったら教えてくださいみたいな、ツイッターでね、うん、まあ、あじゃあ X か、今は X でね、あの言うわはる芸能人の方とかもおられますし、うん、そんなが比べたら友達に聞くっていうのはごくごく当たり前のことです。大阪出身っていうだけで、はい、大阪の店聞かれんの辛くない？めちゃくちゃ困りますね。知らんからもう、はい、でもなくなってないってるかも分かれへんし。そうやん。それ聞かれてんな。そうなんですよ。だからさっきもね、ミンミンの話とか出ましたけれども、うん、ナンバーグランド花月の近くにあったミンミンが今でもあるかどうか分からないし。分からない。雨上がりのことちゃんが大好きやったミンミンのあの焼きそば。うん、あれがもう、確かにことちゃんから、その時期、もう王将一本やったけど、それまで。ほとちゃんが言って、耳引き出したかもな。そう。ああ、うまいなーって言って。はい。うん、梅酒、甘い UCC の缶コーヒー、うん、そして耳の焼きそば、そしてパレ100番。パレ100番っていうのはもうなくなってる。パレ100番パレ100番っていう、あの、いつも帰る、ナンバーから帰るときに、パレ100番っていう定食屋さんがあったら、そこに焼肉定食がホトちゃん大好きで。いや、美味しかった、でも、ミンミン、僕らはもう、高校の時からずっともう、おしょうと思ってた中に、ホトちゃんがふっとこう、ミンミン行こうや。うん。っていうことで、ミンミンにたどり着くという。うん。そういうことがありました。だそれもやっぱり、なんやろ、ホトちゃんがミンミン食べて、ミンミン美味しかったで、じゃあ行こうか。っていう情報じゃないですか。だから僕が友達から情報を得ることは、何もおかしなことじゃないですよね。もう終わってるよ、その話。はい、いいよ、もう。はい、そんな、ちょっと。ちょっと思い出したもんです。はい、プライドが見え隠れしてるんじゃない？全然。なんか嫌な感じしたなと思って。聞き方がね、うん、彼の。僕はね、僕がちょっと。ガーグルの。はい、こういうの言われるともう家帰った時になんか。もやる？もやる？もやもやっとして、なんでそんなこと何にも当たり前のことしたんちゃうんかと思って、カッと一回布団頭から被って一回忘れ。じゃああまりにも、そう、大泉洋で終わっときゃいいのに、はいはいはい、高俊行って、リトックスまで行くからさ。まあね、ちょっとこう、いっぱいやった、ね。見つけるまで行くから、ガーグルはちょっと、おや？って思ったんじゃない？いっぱいやったので、まあ、それは同じことじゃないですか。うん、言うてもね、食べログ見たって、電話して、いっぱいやったって言われたら、また違う、なんか、探すのと一緒で。うん、はい。何か、何ですか？なんか、謝れって言うなら謝りますけど、なんか僕、そんな悪いことしました。友達にお店を聞いた。え、悪いことはしないけど。プライドって何ですか？わからないです。ガーグルが言うには、その、通な店に行っておきたいという嫌なプライドが見え隠れしてる気がします。もしプライドがあんねやったら逆に聞かないでしょ。自分で
歩いて見つけてくるっていうのがそのプライドみたいなことなんじゃないんですか。人に聞かない、自分で見つけてきた。この場合のプライドって何やろね。そうなんですよ。通なお店に行っておきたい。行っておきたいという、なんて、行っておきたいという。文章読んでもう一回。行っておきたいという。通なお店に行っておきたいという。という嫌なプライドが、嫌なプライド。見え隠れしてる気がします。通なお店に行くことが何が嫌なんですか。あなたが嫌なんですかね。嫌なプライド。ちょっと、芸能人に偏見があるかもしんないです、ガーグルは。もしかすると。それはね、確かに。僕らもその、分かってますよ。うん、ね、ごちになりますとかもやってますけど、僕らが探してきたお店じゃないし。うん、そういうので、あ、こんなお店があんねや、また行ってみたい。それあるな。イメージ、家庭持たれてるな。ごちばっかり。やってるから、なんか、もう美味しいもんしか口に合わないでしょ、的な。って思ってる見方されてる節はあるかもしれないです。全然、うん、全然。そういう嫌な、行きます。嫌な節はやめて。誰に言ってんの？その、ガーグル。ガーグルに。嫌な、嫌な偏見は、捨てて。ちょっと普通に喋りましょう。なんかね、もう普通に喋ってへんやん。いや、そっちが普通にふっかけてきたわ。トゲがあるよ。ふっかけてきた。トゲそっちや。カマルマキフェンシングに初挑戦15点。ナイティナイのオールナイトニッポン。ナイナイタイムライン。はい。読まれた方にはウィルソン差し上げます。1枚だけメールいっていいですか。ラジオネームクロン。新橋にある1000円で食べられるステーキ店、頼んで1分で食べられます。これはガチです。トータル15分で店を後にできます。すげえな。ステーキ屋さんでもう焼いてあるレアで出すのかな。頼んで1分でやって、1分ステーキやで、ね、でも沖縄の、いや早期そばのとこはもっと、も座ったら出てくるんやから。食券テーブルに置いたらもう出んねん。ほんでおばあがスッとそれ取っていくんやもん。俺の方が早い店知ってるというプライドが見え隠れ。嫌な。嫌なプライドが見え隠れしてませんか？それ。いやいや、これはね、俺早かったなと思ってんけど。まあ、それはでも早いのが勝負なんでしょうね。いや、そうでしょうね。だから、新橋やから、お昼のね、サラリーマンの方、時間ないから、もう、回転も良くするために。まあまあ、そうでしょう、ね。ちょっとこれ言われたら、そう、なんか、行ってみたくなるよね。うん。1000円でしかも安いし。まあまあ、そうね。でも、吉野家の牛丼とかもそう、安くて、もう一回言ってください。早くて安くてうまいっていうコンセプトでしたもんね。すぐにこう、ババッとこう、出てくるっていうのがあれでしたからね。吉野家の牛丼、そう。牛丼、ちょっと遠く行かななかってんな。あのね、今はそうなんですよ。昔は、今は。自分らが。大阪おるときは。今はね、皆さんこう食べれますけれども、うん、我々はもう梅田、北、というところまで出ていかないと、吉野家の牛丼が食べれなかった。今でもマクドナルドなんて皆さんね、うん、食べれるでしょうけれども、簡単に、うん、梅田まで行かないと、そして並ばないとポテト食べれなかったんですから。で、おかんが無理して電車乗って帰ってきてポテト、食べたら、言うほど美味しないやんってなったのはなんでかって言ったら、そのやっぱ冷めてるから、うん、もうヘロヘロになってるから、うん、やっぱ熱々のイメージあるじゃないですか、まあね、ほんだ こんな味なんやってやっぱ思ってしまうわけですよ。ヘロヘロはヘロヘロで美味しいねんけどな。なんか自分らが最初に思ってたポテトのイメージとちゃうからびっくりするんです最初、うん、
やっぱりもう今は近い、やっぱりもうすぐですよ、すぐやっぱ買ってね、まあまあそうなんですけどもね、美味しい、そんなあの、まあでも速さ勝負ではないですよね、まあまあね、ええ、これ維持になってもしょうがないです、ちょっと沖縄の一番維持になってるやん、一番速い言うて、なんかでもこれは速かったなっていうふうにちょっと思いがあるんでね、うん、っていうことでしたけど、はい、タイムラインいきます、はい、川口市イエロン軍曹、両手で両膝を抱えて座る体育座りを見直す動きが埼玉県内の学校で出始めていることが分かりました。今月16日体育祭が行われた熊谷市の中学校で開会式で腰を下ろしてくださいのアナウンスが流れると生徒たちは携帯用の小さなパイプ椅子に腰掛けてました。座っていたのは約15分間で、3年生の女子生徒は腰も痛くないし足が崩れて注意されることもない、集中して話を聞けると話していました。二人は体育座り見直す動きどう思われますか。すごいね。まあ別に見直したらいいんじゃないかなって、うん、誰がそんなん言い出したのか、体育座りとかねそれもまあわからないですし、長時間っていうところでしょうね多分ね、まあ、その体に良くないとするなら。でも結局その体育館で体育座りしてたらお尻痛なりますよね。どんな格好してたかって。そうなんです。この座ってたかって。椅子座ってても長時間やと。一緒なんですよ。痛なる。痛なるんですよ。はい。だから問題は長時間。そう。なんなら今、ね、スマートウォッチがそろそろ立ってください言うて、告知してくるぐらいなんですよ。ずっと座ってたら。そろそろ立つ時間ですとか、休憩しましょうとか、カーナビも言うもん、そろそろ2時間になります休憩しましょう、うん、こっちはもうちょっといけるでって思ってるけど、先にそうやってお知らせしてくれることもありますんでね、気づきやな、気づき、気づかしてくれんねんな、もう あかんねやったらね、あかんねやったらその変えたらいいですし、うん、うん、その話とこの話は違うのか、まあ、暴走族を一時期鎮相談って言いましょうって覚えてますか、鎮相談あった、暴走族でのかっこいいイメージがあるから暴走族っていうのはやめましょう、鎮相談にしましょう、うん、あえてかっこ悪い名前にしましょうって言ったんですよ、鎮相談、誰が今言ってます、鎮相談って、いや鎮相談は浸透せえへんわ、はい、まあ、今この話は必要なかったかも。それに関して言うとね。でもそういうこともありましたよっていう。やめましょうっていう。診断はですね、今の診断は。断は急。あ、体育座りはお腹に負担がかかるから。なるほど。やっぱ、まああるんやろね。うん、その無理な姿勢っていうのは。あとだから座高を測るのもね、もうあんまり意味がないから座高を測るのはもうやめときましょうとか。うん、そういうこともありますし。うん、うん、っていうことですね、うん、はい、まあ、だからちょっと覚えといてほしいなと思って、鎮相談のことだけはそうやって偉いさんが決めたっていうのはね、覚えといてほしいなと思って、鎮相談面白いね、それもまあお寿司でもつまみながら偉いさんが決めたんちゃうかなと思ってますけど、ちょっとかっこよすぎないか、暴走族ちょっと変な名前にしよう、鎮相談だ、鎮相談いいですね、ガー、うん、お寿司って分からへんね、分からない、中トロください、でもね、流行語大賞は中華食べながら決めてるって言いましたからね、あ、言うてたな、薬味する先生、はい、中華食べながら決めていますって、うん、流行語大賞はそうなんだって、あ、やっぱあながち間違ってないねんっていうふうに思いましたけど、まあ、そうか、中華食べてたらお酒もあったりすんのかな、まあ飲む人は飲むでしょうし、うん、まあその辺はちょっとまあ定かではないですけどね、うん、うん、まあいいんじゃないですか、そう、いい方向にねなればいいなと思いますけど、ラジオネーム星、歌謡祭のグッズのキャンドル購入しました、お、私はロイヤルミルクティーが飲めないんですが、なんで飲めないの、ロゴが可愛いのでグラス目当てでの購入です、もうロイヤルミルクティーが飲めなくても楽しめる香りでしょうか、
はい、質問が来てます。すごくいい香りですよ。そうです。磯野さんが、今日はパソコンを前にしながら、キャンドル、悪くないです。悪くないです。思ってたよりも、これはちょっとやばいかなと思ったけども、悪くないです。っておっしゃってました。うん、が、クリアファイルがまさかの危険ゾーンにあると。意外やな、わからへんな。クリアファイルなんかは皆さんね、いろいろ使うでしょうから。種類あるからかな。ちょっと作りすぎたかなっておっしゃってましたけど。あ、セットか。あの、3つセットでしたっけ、うん、はい。ご本人が一人ごとに作りすぎたかなって言って、カチャカチャって2つほどなんかボタン押しちゃったんですよね。うん、だから、一番ね、いるのかなと思ったんですが、ちょっと皆さんお願いしますね、クリアファイルの方。キーホルダー、レザーキーホルダーはもう、ほぼほぼもうなくなりつつあるということでした。うん、はい。キャンドルはしてやったり、磯野してやったりみたいな感じでした。キャンドルはすごい、すごいじゃないですか、これは。はい。やっぱちょっとつけてみたくなるのかなということもあったんですけど、クリアファイルちょっと苦戦中ですので。ちょっとこう男前の目をして言ってましたよね。はい。キャンドルについてはなんかこうなんやろ、誰とも目を合わせずに、なんかキャンドル悪くないです。うん、がクリアファイルがちょっと苦戦中ということになってますんでね。ちょっとね、いいじゃないですか。でもね、そうですね。キャンドル、はい、順調なのは。小西さんの本もね、完売ということで、はい、サイン会をね、ちょっと決めて、グッズのこともいろいろ話されてますよね。美味しい梨を見分ける方法、お尻の溝が深い、3点。ナインティナインのオールナイトニッポン。2013年、オックスフォード大学が10年後に AI に奪われると言われた仕事、現在も全て存在することが判明。0点。ナイティナイのオールナイトニッポン。ちょっと揉めそうやな。どうしました？かなりメール来てるんでね。ちょっと押さえてくださいね。はい、はい。僕ですか？僕がですか？そうですね。ラジオネーム、ガーグル。提供が早い店の話で。部が悪くなった途端、急に話を切り上げて、提供が一番ではないと言い出す。これこそが勝ち逃げしたい、負けたくない、プライドの見え隠れの真骨頂です。むしろ全国に流れている分隠れてません。もろ出し状態。今の岡村さんは一番恥ずかしい状態です。いや、そういうのすり替えたりするのってみんなそうなんじゃないんですか？政治家の人もみんなそうなんじゃないんですか？政治家。なんか、論点がずれてますとか、今すり替えましたよねとか言って答弁ようやってるじゃないですか。人間ってそういうもんなんじゃないんですか？すり替えたんですか？じゃあ。すり替えたつもりはないですよ。こういうお話もありますという。うん、だから枝ですよね。幹が、一本の、こっちは長々なりそう。木がある中の、はい、まあ言うたら枝の部分のお話ですよね。勝ち逃げしたい、負けたくない。プライドの見え隠れの真骨頂なんですか？そんなわけないでしょ。僕が食い逃げしたんやったらあれですけど、勝ち逃げなんて別に、何の、そんなことで勝ち逃げとか、勝負、ま、別に勝負に聞こえたかもわかんないですけども、そんな別に、そこ早いことはいいんじゃないかなと思ったんですよ。だから勇気ある撤退というか、別に、店が別に、一番素晴らしい店ではない。素晴らしい店ではないし、うん、っていうのに気づいたんや。話の最中に。そうそうそう。だから、2時。僕が先週夜遊び歌謡祭で歌いますって言って、うん、やっぱやめます。これ勇気ある撤退なんですよ。勇気ある撤退ですよ。はい。だから、まあ、そういうのも言われるであろうっていうのはもうパーソナリティは分かってますよ。うん、はい。うん、なんか、いや、撤退しよったなっていうのは、まあ、もちろんそうあるんですけど。でも考えてみてください。そこで競ったってしょうがないじゃないですか。美味しいもん食べようと思って。競うとかが、そもそもね。そうそうそう。早いとこあるよっていう。これ、情報、ですもんね、うん。はい。なんて言ってるんですか？なんかすごい。すごくなんか、当たり強め。
ったな。最初から行きましょうか、はいはい。提供が早い店の話で。してましたね。部が悪くなった途端。こっちがね、こっちが部が悪くなった。急に話を切り上げて。切り上げ提供が一番ではないと言い出す。はい。はい、これこそが勝ち逃げしたい。負けたくない。プライドの見え隠れの真骨頂です。むしろ全国に流れている分、隠れていません。はい。もろ出し状態。はい。今の岡村さんは一番恥ずかしい状態です。はい、いっぱい言われてわけわかりません。すごいなんか、バサバサバサって、四方八方から。わけはわかるでしょ。ジャッキー・チェーンの蛇角発見みたいに、ザザザザッとこう、槍で、ガッってやられて、グワッ持ち上げられたみたいな状態ですので。また言われますよ。例えで逃げる。プライドの見え隠れ。いや、ジャッキー・チェーンの蛇角発見というね、まだジャッキーが、まだ香港でもそんなにメジャーじゃない時に、まあ見た人はね、知ってるでしょうけども。槍ガクッとこう敵にバッてやられて、はい、やられるシーンがあるんですけども、いっぱい言われたからもう僕にはちょっと響かないです。ごめんなさい。プライドとかじゃない。はい。そんだけ言われたら僕もちょっとわけわからないのでもう別に寝るときになんか言うとったなぐらいで寝れます。あ、それぐらいだと逆にね、はい、いっぱい言うたらそうなりますよね、はい。これ違うリスナーなんですけども福岡県、うん、ラジオネームチョボール、はい、先ほどの件、うん、岡村隆史様におかれましては、お丁寧、旅猿においても、ほう、先日の広島旅の際、はい、アンガールズ田中さんに連絡するなどされてましたので、はいはい、その癖が抜けない、あるいは日頃の癖がロケに出てしまうなどされているのではないでしょうか、以上という、まあ、それはあるんじゃないですか。そもそもあの番組のバックパッカーをイメージしてやってますけど、うん、偽バックパッカーですから、うん、我々、まあ、東野さんも認めてますけども、そうですよ、本当のバックパッカーとして、うん、海外旅行したりはしてませんので、カッコだけバック、設定でしょ？そう、設定ですから、うん、ほんでやっぱりその、仲間に、聞く、うん、その番組を盛り上げる、うん、ためにですね、うん、アンガールズの田中さんに連絡したのは僕じゃなくて東野さんだったと思います。うん、はい、東野さんが提案したの、田中に連絡してみようかって、はいはい、僕は最悪極楽の山さんもいますよって俺は言う案は出していた、はい、でももうアンガールズの田中くんがお店を教えてくれましたのでかけずに済みましたけれども、かけてはいけないという意味がちょっと僕には分かりません。何ですか、うん、っていう、何がいけないんですかね。その癖が抜けない。はい。あなたに癖はないですか？癖なんですか？それは。僕、いや、癖じゃないですね。癖じゃない。はい。で、なんか。どっか食べに行こうかって、うん、いや、昨日でも一昨日でもいいですよ、うん。なんか食べに行こうかってなって、うん、あ、ほんなこの辺でなんか、うん、聞いてみよう。とか、うん、誰かに電話して、最近美味しいとこなかった、うん、なんてことは、聞かないですから。うん。癖じゃないですよね。癖ではない。はい。あるいは日頃の癖がロケに出てしまう。ロケに出てしまう。普段の。うん。いや、日頃の癖がロケに出て、日頃の癖、癖じゃないですよね。日頃からそんな聞かないですもの。はい。うん。何なんですか？これは違う。はい。寝る前。いつからこんな僕を、リスナーの皆さんは攻撃してくるようになったの？寝る前腹も立たない。ぐらい、もう全然離れすぎてる、はい。最初の一枚目だけでした。もう。もはやもう、はい、知らん顔です。最初に一枚目。はい。一枚目ちょっと来ましたね。一枚目はね、なんか、うん、なんて、ないんでしょうね。というか、はい。旅行行く前に調べたりしないんですか？調べた上で観光雑誌に載っている旅行地に行かずに、はい、知ってる人に店を聞き出そうとしているところから、はい、通な店に行っておきたいという、嫌なプライドが見え隠れしてる気がします。はい、ちょっとね、文章がわからないですよ、やっぱり。というぐらいから、という嫌なプライドがとかいう、ちょっと、
これ英文にしたら多分わからないと思いますよ。日本語でこれ書いて英文にしてくれって言っても多分英文にできないと思いますよ。じゃあもう腹も立たないですね。ちょっとちょっと、はい、もう楽になってきました。逆に何回も聞いてたら逆に最後にもう一回だけというっていうところからしつこいかわかりませんけど何回も入れたらもう全然気にならないです。はいはい。通なお店に行っておきたいという嫌なプライドが見え隠れしてる気がします。はい、なあもう全然飲み込めませんのでね。はい、もういろんなプライドがあるのか。この方ラジオでも魅力、僕のプライドは、はい、美味しい店を誰にも知られたくないので教えないというプライドです。ああ、それはわかります。あの自分の足でね、はい、調べたっていうことでしょ。それは僕もさっきちょっと言いましたけど、これは嫌なプライドではありません。はい、揺るがない、はい、揺るがすことのできない真のプライドです。それを捨てなさいって言ってるの。そう、教えてあげたらええやないの。あの自分もあこんな美味しい店あんねんけどちょっと食べてみてなあ、これを、これこ、はい。本当に嫌な。嫌や。本当に嫌な。彼は。嫌なプライドじゃないですか。ラジオネーム魅力は、はい、本当に嫌なプライド。でも、はい、教えてあげたら、でもそれ、真のプライドやねん。揺るがない。何を言われても揺るがすことのできない真のプライドですって、この子は言ってるから、はい、これはこれでいいよね。彼がどう思われようと思う。ええか？いいやん。ええんかな？教えてあげたらええのになーって。ほなもう一人で行ってんのか？ご飯。一人で行くか？みんなで行かないか？でももう自分で言ってんねんもん。で、うん。これは少数派やって多分分かって言ってるよね。ああ。それがもう真のプライドやって言ったら、まあ、そうやけども嫌なプライドやなと思うよ。お友達とかは。こういうプライドもある。うん。うん、それが真のプライドっていうのがきっと、ちょっとみんなおかしなってきてんのかな。そんなプライド、俺はプライドなんかないもん。ね、もともとそんなないんで。だから聞けるし、うん、うん、教えてもらうし、ね、ああ甘えるというか、ね。プライドとか持って話したことじゃない、はい、なんでプライドとか出てきたのっていうこと。うん、あ、すいません。いついいですか。いい、ラジオネーム、チュニズム。僕はよく、ひろゆきさんなどが出演しているディベートバトルの番組をよく見るんですが、うん、いっぱい言われてちょっとわかりませんという反論は、うん、今まで一度たりとも聞いたことありません。はいはいはい、こんなの口にした時点で負けです。ディベート、ね、僕はディベートをしに来てるわけじゃないですよ。あの、ただ、こんなことがありましたということをお話しして。早いで、この店っていう話から。勝手にそこ、あなたがそういうふうに思ってるだけで、最後なんて書いてあった最後の方。いっぱい言われて、ちょっとわかりませんという反論は、うん、今まで一度たりとも聞いたことありません、うん。こんなの口にした時点で負けです。負けとかないやん。ディベートをしてるわけじゃないねんから。勝手にあなたは勝ち負けを。ディベートではない。そう、ひろゆきさんが出てはるやつは、その、うん、あの、やっぱ勝ち負け、論破したかしてないかっていう。ディベートやからな。ところやから、うん、それいかはんやろうけど、うん、はい、うん。それはちょっと、あの、負けです。とか。そんなつもりで日本放送来てないです。今日は買ってやろうとか。すごいな。だから、うん、からこの、あの、メールくれてる人たちは、プライドを持ってんねやわ。やっぱり。そんなリスナー。すごく。そんなリスナーをこしらえてきてしまったのかな、もう。いつの間にか。なんかあったら、ガッてこう。いつの間にか。おいおい、お金ちょっと待ってと、お前。そう。メインパーソナリティをも、噛んじゃう。こんなこと昔はなかったけどな。ガッと来るな、みんなでやりもって。そうやな。これ甘神じゃないよ。じゃん、噛んできよな。ちょっと痛めやな。ガッサッとやるな。何やな。ちょっともう一枚だけ。どっちが正しいんやろうか、これ。
まあ、勝ち負けじゃないか、正しいか正しくないか、ね、正しいか正しくないかはこれは誰にも決められない、うん、キリがないよね、こんなこと言ってたら思うけどね、うん、それぞれのプライドやろうな。プライド。ラジオネームインパラ、キャンドル好調ですと男前の表情で伝えた磯野さん、うん、去年は敗れた勝負に今年は早々と勝利したという気持ちが見え隠れしています、うんね、これは磯野のプライドです磯野言うな君らは口の利き、目上の人何歳か知らんけども、目上の人に対する口の利き方もあそうなってしまうのか。これ最近こういうなんか呼び捨ての感じとかなんかほら、あの最後の方になんか送ってくるやつおってなんか最後のラジオのほんま終わりかけのあれはちょっと俺が悪いかなと思ってんね、俺がハマってもうてん、あの辺からや、俺がちょっと笑ってもうたんね、生意気に来るやつな、行ったのかいみたいな、今日行ったのため口なんやろ、え、高校の時試合したことあるみたいなやつやったな、そう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 、なんかあいつがちょっと調子乗ってきてんな、うん、あれが俺ちょっとハマってもうてんな、それぐらいからちょこちょここうやって来るようになったね。なんでディベートひろゆきさんとディベートひろゆきいうか矢部ひろゆきかな、ひろゆきさんやろ。岡村さん、矢部さん、ナイティナイン岡村さん、やめさん、ナイティナイトオンネット日本プ悪い人の夢。さあ、まずはこれは川口氏ラジオネームイエロー軍曹からいただきました。夢見ました。小林克也さんが歌謡祭のグッズを紹介していました。ベストヒット歌謡祭グッズベスト3、ナンバー3、キャリーオングッドなレーザーキーホルダーワンランクアップ、ロゴもかっこよくバッグにつけてもおしゃれでグッドキーホルダー。ナンバー2、いつでもポストカードをクラフトスマンになれるポストカードワンランクダウン、どんなところでもネタを思いついたら送れるし、宛名もシールを貼るだけで簡単なポストカード、ハガキ職人を目指す人にジャストフィットなグッズ。ナンバーワン、彼女にプレゼントで贈るなら最強なグッズ、キャンドル。火をつけるとロイヤルミクティの香りが部屋中に充満し、ストレスも軽減。しかし2500円という値段がすごく高く感じてしまう、もう2週連続のナンバーワン。使い終わったらキャンドルに入れていたグラスに飲み物をつけるなど新しく再利用できて SDGs に貢献できるナイスグッズ。なぜグッズ担当者が売ろうとしてたのか、そんな疑問を抱きつつ今週はお別れ。やべっちポーカーフェイス、 See you next week、バイバイ。確かにちょっと売れ筋ではあるんですよね。分からないですよね。こうなんか苦戦するんちゃうかって思ったら買ってもらえたりしますし、デザイン良かったりね。そうですね、うん、やっぱここまでになる間にこういろいろ匂い嗅いだでもないこうでもないっていうのありましたが、ぜひ買って火つけてちょっとこんなに匂いなんやっていうのをね確かめていただけたらなと。それにクリアファイル一つ、よろしくお願いいたします。水内に差し上げておきましょう。続きましては、国分寺出編ネーム寝ても覚めてもダメ人間からいただきました。夢見ました。悪い人がやりすぎていました。サウナでバケツごと水かけたら熱くなるどころか寒くなったわ。取引先に謝罪として靴舐めたら大激怒されたんやけど濃い抹茶好きやから粉とお湯一対一で混ぜたらめっちゃむぜたわ。プチプチで遊んでたら引っ越しのトラックの中で皿全部割れたらしいわ。ごゆっくりお過ごしください言うから飛行機着陸しても乗ってたら怒られた、なんでやろう。まあまあごゆっくりおくつろぎください。まあまあそこはさじ加減ですからね、皆さんもあんまりパーソナリティにガッと言わないようにね冗談ですからね、ウィルソン差し上げときましょう。続きましては、千葉県和平ミラーからいただきました。夢見ました。大人になった鈴木福君が話していました。
おはぎ無理無理、余ったらくて丸々1個なんていけなくなっちゃったよ。もっぱらほうれん草に梅肉をあえた小鉢が美味しくてね、高血圧のいいから安心して食べれるってもんさ。丸盛り丸盛りダンス、おい勘弁してくれよ。向こう1週間全身バキバキよ。昔カジキ釣りながら、おいなんて無縁だ、親父と2人で行きまいてたのによ。親父っていうのは安倍貞夫のことな、うん、俺にとっては芸能界の恩人である親父みたいなもんさ。年取ると弱音ばっかり吐いちまうけど、今度夜間周りなのステージに上がるってことになってさ、なんか歌えって誘われちゃったんだよ。もう昔の俺じゃないのに参っちゃうよな。まるまるもりもりの頃からそうだけど、中途半端なもんは見せたくないから徹底的に練習するのが性分でね。変に真面目なんだよな俺って。そんなわけでマスターも練習に付き合ってよ。もちろん、うん、え歌、歌はなんだ、曲はなんだって。あ、もちろん川島英語で酒と涙と男と女に決まってるだろ。飲んで森は歌ってくれへんのかな。こんな渋い福君ですよ。こっち聞きたいな。でも興味出てくるね。福君がこんな渋い。まあ僕はやっぱり多分丸森歌って踊ってくれるんじゃないかなっていうふうに思いますから、うん、渋すぎるでしょあの福君がこれ歌うってなったら。まあまあ飲めないか。あ、そうか、成人はしたけど。あ、まだそうか、二十歳からやもんね。まだ19歳。福君は19歳やもん。もうちっちゃいこんなやで。まるまるもりもりって、うん、うん、一緒に踊ってもあれかなと思うけどね。うん、これどう、うん、大丈夫かな。福君来れるかな、横浜アリーナまで。まだ子供やったとしても来れるのは来れるでしょう。来れるか、親と来てほしいな。しっかりたどり、時間内に福君来てくれたらありがたいと思います、うん、ぜひお待ちしております。スリナに差し上げときましょう。続きました、兵庫県ゴリラババアからいただきました。あの伝説の教師が漫談をしていました。 GTO 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 Here Great Teacher Onizuka GTO Here 今度ドラマが復活する、ゴーサインを立てました俺 GTO Here。 このドラマは鬼塚にとっては大切な作品、何しろ奥さんと出会った思い出深い作品、ゴリとんでもなく思い出深い GTO Here。 そんな鬼塚、エリック・ワイナナと同じ誕生日、ごっつい TBS 出てるオリンピアン GTO Here。 ところでこのスペシャルドラマいつ放送だっけ。2024年の春追っていけない、来年の話で笑ってもたわ。鬼だけにポイズン、レッツゴー。ゴリとんでもなく思い出深い GTO。 ごっつい TBS 出てるオリンピアン GTO。 エリック・ワイナナ選手ね、すごい活躍していただいてますけど、ウィルソンとスリーナイン、差し上げておきましょう。続きましては、群馬県虎の子からいただきました。言いました、岡村隆史が小泉今日子さんのなんてったってアイドルを歌っていました。なんてこっちゃアイドル、歌わへんわアイドル、なんてこったいアイドル、歌いこないアイドル。ということで、勇気ある撤退してよかったなって。まあ、もうずっと聞いてますよ、あれからも。もしかしたら可能性ゼロじゃないかもと思いましたが、ゼロですね。不思議なもんでね、今日カラオケのランキングみたいな、が出てみたんですけど、1位ね、YOASOBIのアイドルなんですよ。あれ、歌えると思って。全部ブワーっとこのランキング見たんですけど、まあ難しい歌ばっかりですよ。すごい、ほんまにみんな歌ってんのかなっていうぐらいのランキングでした。小学生とかうまいよ。まあもう耳でカーン入ってくんの、もう小学生とかも入ってくんね、十何円ね。もうやっぱ無理やわ、うん、無理と思いました。今日もね、ちょっともう、キー合わせみたいなのも始まりましてね、やらさせていただきましたけども、まあ、アイドルとかやっぱ無理ですね。
ゃあのよかったですあの撤退しといて、うんうん、あの難しすぎました。だから違うあの替え歌の方でやろうかなって思ってますんでね、まだまだ募集してますんで一つよろしくお願いいたします。でもやっぱすごいな、撤退したけどまだちょっと聞いてみたんや。聞いてもまだ今あのこれがね怖いとこなのよ。一回ね撤退したのに、いやいけんのちゃうかなっていうことやろ。もしかしたらいけんのかなと思ったりもしました。無敵の笑顔だラスメディア全然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 三つの味あらあるぞこれ。覚えてるやんちゃんと。ほらあらこれ何の時間だちょっと なんでのミニオンミニオンさ違う逆にミニオンさこんな逆になんで乗ったやこれ。我々は宇宙人だ。いや宇宙人や。我々は宇宙人だ。どこから来たんですか。宇宙から来たから宇宙人だ。どんな要件なんですか。お水をください。ナイティナイのオールナイトニッポン。エイアンマスク。サンダーでしたね。めちゃくちゃサンダー。最後だけちょっと違う、全部一緒のサンダーですけども、群馬県の虎の子からいただきました。エアマスクが名前を変えていました。今後、水野美紀と、酒井美紀は、全員希望。同じ舞台の上に上がったな。先輩後輩関係ないからな。分かった、希望。誰が希望やねん。っていうね。その時の力強い、ね、清志師匠の。それはもう体に染みついたやつだと思うんですけど、ウィルソン差し上げておきましょう。続きまして千葉県和平ミラーからいただきました。エアマスクが名前を変えていました。今後メルセデスはメルル。可愛らしいですね。可愛らしいな。ウィルソン、差し上げておきましょう。続きましては、茨城県モルモット31世からいただきました。エアマスクが名前を変えていました。今後お店に出てくるしめ鯖の名前はすべて土井善晴。なんでしめ鯖。しめ鯖の方がしめ鯖言いやすいけどな。土井善晴。ここでちょっとあの土井さんしていただきまして、善晴にしていただくという。土井が鯖なのかっていうことね。ウィルソン差し上げておきましょう。続きましては千葉県和平ミラーからいただきました。エアマスクの名前を変えていました。今後安田大サーカスは安田大アレグリア。今またアレグリアに戻ってません。あれ、え、何やったっけ。アレグリア、アレグリアやね、うん、アレグリア。サルティンバンコとか、サルティンバンコから始まったっちゃうか。なんかいくつかあったよね。サルティンバンコ、サルティンバンコ、その前はそうやった。アレグリアやったけど、もう一個ぐらいなんか名前あったで、あったと思う。サルティンバンコ、うん、もう出てこないですけど。アレグリアっていうのはなんか2回目のような気もするんですけど、何回かアレグリアってあるな。アレグリアって CM やってました、ね、うん、ダダダダダダダアレグリアダダダダダ。アイドルいけるんじゃん。え、やっぱリズム感がすごいよ。無敵の笑顔だラスメディア。無敵の笑顔だラスメディア。
教えてるとこなくて、いやもうそれは覚えても君は天才的な課長様何食べたんですか、もう何食べてもいいかな、歌えてる歌えてる、見てみてもらってみたい、そうさんとそうさんと蜜の味を食べて、こういうこと練習したらいけんちゃう、そうさんと行かなくてさ、うん、ほら、行けるいけるいける、入ってるよ、もう体に。こんな2時半に何を言うてんのって、いや、まあ、はっきり分かったのは撤退して正解やなっていう、やっぱもう撤退が本当になあ、全然歌えてないもんね、歌えてない、これは正直、うん、もう歌詞見たら何が泣いてんの、分からなくてさよ、ずっとなんか泣いてるやん、あ、そのサンサンととかね、あの辺のとこよ、なんか、歌詞見たら、まあでもこれさすがに歌詞見ていけたらまたプライドが見え隠れしちゃうね、これはこれなら確かに、あの勇気ある撤退したけど来週もう一回、いや、それ準備してくれ、今日はだってもう電話も繋がなあかんから、こんなことで時間潰してたら一回いけるんじゃない、一回いけるんじゃない、今パッと歌詞見て来週やったら準備するもん、今やってみてできるのかな、でも前とは違うはずよ、いやもう電話繋がなあかんから今日どうやこうや言って、ほんまのこれただの夜遊びやろ、こんな2時半にあんな鼻歌みたいな感じ、いけんのかな、夜遊びでアイドル、ええやん、歌詞見て歌詞見たらいけんのかな、うん、見てやれや、知りたいその秘密にしてや、受けてるとこさえ彼女のエリア、完璧で嘘つきな君は天才的なアイドル様、今日何食べた、好きな本は、遊びに行くならどこに行くの、何も食べてない、それは内緒、何を聞かれてもラリクラリ、そう淡々と、そう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 と、そうで見えない、秘密の味、あれもないないない、これもないないない、好きなタイプは相手はさ答えて、誰かを好きになることなんて私わからなくてさ、そか本当か知れない、頑張れ、そんなことまた一人落ちる、また好きさせる、誰もが目を奪われてく、君は完璧で究極のアイドル、いいよ頑張れ、みんな現れない一番星の生まれ変わり、ああその笑顔で愛してるで、誰も彼も虜にしていく、その瞳がその言葉、嘘でもそれは完全な愛わかった、ジャネットやわ全部その無理やわ、声のこれ声の出し方な、発声の仕方、いやジャネットなんかな、わからんわ、ナイティナインのオールナイトニッポン、ないない共通テスト。さあ、このコーナー全国の受験生を応援する親探しのエイブの応援を受けまして展開しております。共通テストよりもある意味難しいと言われている試験、ないない共通テストに出そうなアホな問題とその答えを送ってくださいというコーナーでございます。
はい、今日は毎月恒例ですね、今何かを頑張っているリスナーに電話をつないで内内共通テストに生挑戦していただきます。つながってます。はい、もしもし。あ、もしもし。もしもし、お名前と年齢の方を聞かせください。ラジオネーム、マキシマムザ卒業、26歳です。あ、どうやった、俺のアイドル聞いててどうやった？あ、でも結構練習したら間に合うんじゃないかなと思います。絶対間に合えんわ、一つ聞いてあかん思ったやろ、ほんまはマキシマムザ卒論もこれ何回聞いてもあかんわと。正直勇気ある、撤退して。ちょっと無理や。そうですね、なんか小鳥がチュンチュン鳴いてるように聞こえたんで。そうやな、ジャネットやろ。横浜アリーナ1万人のなお客さんの前で歌えるようなレベルではないもんな。だ、自信やな。歌える歌えないより、まずもう自信を失ってんねん。でも、アイドルに対して。今日は俺ちょっと頑張ったけども、マキシマムザ卒論は今頑張ってるのは何ですか？今頑張ってるのは、今建築会社でちょっと設計の、スペースの仕事をしているんですけれども、来週の末にちょっと一級建築士の試験が、あるんで。一級建築士。はい。いや、俺はもうあんま全然分からへんねんけど、これってどんな試験なのこれ。試験が一次試験と二次試験があるんですけど、一個目の方は普通の筆記のテストの試験でして、で、この後、来週にあるのは、その二次試験で、ちょっと実技になるんですけども。実技ってどんな、なんか立てんの？なんか問題が、最初配られて、そこで今回作ってほしい建物の条件みたいなのが、ちょっと問題提示されて、それに対して、6時間半ぶっ通しで、自分で、プランとか考えて。6時間半？はい。すごいな。で、それを手書きでちょっと図面を全部完成させるみたいな感じですね。うわ、大変な試験やな。そんなん聞いたら俺もアイドル頑張ろうかなと思うわ。その6時間もかけてやんねや、試験。はい。なんか図面を書いていくわけ、そうですね、ドワーと。あ、そうですね、手書きで全部。へぇ、大変やな。うわ、自信はどう？いや、結構不安ですね。不安やんな。いや、はい、そら、そやわ。俺かってそんなんもう不安やもん。アイドルあんな歌わされて今日何回も。逃げよう思ったけど、逃げられへんかった。もう一時の方はどうなん？手応えあんの？あ、一時はもう、受かってんねん。受かってんのか。はい。だから二次試験に進めたってことや。そうですね、それが、はい、控えてますんで。もうだから、次か、来週末か。はい。ほんならもう、あれやんか、それ終わったらちょっと楽なるしね。そうですね。その図面書くのにクリアファイルとかいるんちゃう？あった方が。なあ、クリアファイル。いや、ハサンドくんの必要やな、うん。そもそも、10月28日に火曜祭あるけど、ね。はい。どうでしょうか。あ、ちょっと、その日もともと別の予定が入ってて、ちょっと行けなかったんですけれども、はい、今それがなくなったので、ちょっと今考えてて。考えてる。考えなくていいのよ。うん、あ、Don't think feel やから。どう思ってる？あ、でも岡村さんのアイドルが来てるなら、ぜひ行きたいって。思ってます。あら、これは偉い展開になってきたな。さっき聞いたやろ？はい。無理やんか。キョンキョンの方でいい？いや、なんてたってアイドルの方が。なんてたってアイドル。俺ら世代にはもうガチーンってくるから。いや、でもそこは、あと1ヶ月頑張ってほしいですね。夜遊びの方で。そうか、これなんか。そうか、だから、君も頑張るっていうことやんな。二次試験。僕も頑張るんで、岡村さんにもぜひ、頑張っていただきたいです。なるほど。じゃあ来週、もう一回歌うな。お願いします。うん。で、もしほんまあかんかったら、もうごめんやけど、
ちょっと撤退するわ頑張るけど、うん、楽しみにしてます。お互いちょっと頑張ろう。そしたらはい、うん、じゃあクイズの方ちょっとね、難しくなってきてるから一問でも正解できたらちょっとっていうふうに思ってますけども、頑張ってくださいね。頑張ります。いきます。まずは中野区の世田谷の痩せ方からいただきました問題。小松菜奈に 75% 含まれている野菜は、マキシマムザ卒論。小松菜これは簡単やった。これは簡単や、これは簡単、これはまあ正解するやろうなと思った、うん、これはね、はい、これサービス問題出ました。次ちょっと難しくなっていく、だんだんこう上がっていくかもわかんないです。読まれた方には、お守り差し上げておきます。続きまして高知県メイサングーグーからいただきました問題。アッコのいい加減に1000回の第1回目の番組タイトルは何。マキシマムザ卒論。アッコのいい加減に1000回。おお、冷静やな。冷静やな、さすがやな、うん、賢やな。賢いと聞いております。これは全問正全問正解目指してちょっと、はい、メイサングーグーにモバイルバッテリー差し上げておきましょう。ラストの問題になります。全問正解で千葉県和平ミラーからいただきました問題。シソンヌをキングヌーっぽく言うと。マキシマムザ卒論。シソンヌー。正解。おい、賢だと聞いております。難しかったやろ。余裕やった。いや、ちょっと焦りました。ちょっと焦ったよね。考え、はい、一問目でしょ。考えすぎた。ああ、でもシソンヌちょっと。シソンヌも。シソがちょっとよぎって、ああ、なんか焦りました。うん、ね、シソちょっとキーワードにもなってきてますからね。でも全問正解でした。素晴らしい。グッズね。じゃあもうすべてですね。そうです。ああ、ステッカーもあり、モバイルバッテリープレゼントします。ありがとうございます。カズヒラミラーにはステッカー、差し上げたいと思います。ちょっとこれで景気つけていただいて、二次試験も頑張っていただいてというふうに思ってます。はい、ぜひね、今回じゃあマキシマムザ卒論、第二次、試験実技ね、6時間半にわたって頑張るということですけど、その頑張っている君に矢部浩之さんからはい、メッセージがございます。お願いいたします。はい。マキシマムザ卒論なら、心配してませんけども、もう、妙なプライドは見え隠れさせずに、嫌なね。はい。嫌なプライドは見え隠れさせずに頑張ってください。ありがとうございます。はい。そして何があっても、僕に何があっても10月28日に、横浜アリーナでお会いしましょう。楽しみにしてます。お願いします。頑張ります、はい。頑張ってくださいね。お互いね。はい。あ、はい。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、来月末もお電話でリスナーとお話したいと思っています。引き続きネタの方もお待ちしております。郵便番号100-8439日本放送99のオールナイトニッポン99共通テストの係。メールは nn@orgnetnippon.com nn@orgnetnippon.com 懸命に共通テストと書いてください。コーナーで読まれた方にはオリジナルノベルティグッズ、ステッカー、お守り、モバイルバッテリーのうち一つ差し上げます。はい。さあ一曲、aikoでセプテンバー。やべっちカレンダー。さあ、こちらはですね、岩手県鈍鹿町からいただきました。ここだけの話、笑点の新メンバーに内定したわ。
ここだけの話もあったとしても絶対言うとありませんからね焦点まあ本当に、ウィルソン、差し上げておきましょう。続きましては、これ愛知県のムーランからいただきました。今週からダウン羽織ってんねまだねちょっと暑いですけどね、まだまだ下がってない、ね、まあ、夏日をね観測してますけど、ウィルソン、差し上げておきましょう。続きまして、岩手県ドンカマチョからいただきました。夏を愛する気持ちチューブに負けへんでチューブチューブね、コロナもちょっと落ち着いたということで、あのライブをハワイでまた久々にやりたいなみたいなことをね、チューブの皆さんが言うてましたけど、すごいな、やっぱり夏といえばチューブやなってやっぱ思いますよね。何十万人もライブでバーンってこうね、ライブやりはるんですから、ハワイとかで見れる人は最高でしょうね。ウィルソン、差し上げておきましょう。続きまして千葉県和平ミラーからいただきました。フィジカル的には雲の上を歩けるって医者に言われたわフィジカル的には難しいな、まあ、お医者さんがねそういうふうに導き出したことでしょうから。雲の上を歩けるちょっとあれですけど、ウィルソン、差し上げておきましょう。続きましては荒川草の野の宝いただきました。麻布と俺は10番やんというね。なるほど、これは上手なカレンダーだったなやっぱりユニフォーム出されたら迷わず10番取ってたもんなこれはうまいなと思いますけどね。スリーナイン差し上げた10番でしょエースナンバーはっつってで、ね、10番取ってたもん背番号。まあ、麻布といえばやっぱり元麻布やなんやってありますけども、結局麻布10番っていうのが一番さスッと入ってくるかなと思いますからね。稲沢市ジャーキーからいただきました。ターバンしてないミーシャに会ったことあるで巻き方あるみたいですよ。ミーシャさんはもう一度お食事一緒にさせていただいたことありますけど、巻き方ありますってターバンしてあった、その時ね、なんか食事中ターバンやったかな、なんかでも帽子のようなものかなんかかぶってあったような気がします。今度巻いてあげますねって言われてそれっきり巻いてもらってないですけどまあそれはね社交辞令だと思います。最後の方にウィルソン、差し上げておきます。ナインティナインのオールナイトニッポン、この番組ではあなたからの各コーナーへのお便りをお待ちしています。はがきは郵便番号 100-8439 日本放送ナインティナインのオールナイトニッポン、それぞれの係までたくさんはがき送ってください。メールは nn@allnightnippon.com nn@allnightnippon.com、 メールの場合は1通につき1ネタで懸命にコーナー名を書いていただけると助かります。メールもたくさん送ってください。なお点取り占いのみはがきだけの受付となります。お願いします。ナインティナインのオールネット日本歌謡祭公式グッズ販売中。言いたいことも言えないこんな世の中じゃ。 T シャツ、パーカー、キーホルダーにキャンドル、今年もいろんなグッズをご用意しました。ぜひご購入ください。詳しくはナイナイ歌謡祭の公式サイト番組 X をクリック&チェック。マイケル・ジャクソン、うん、ムーンウォーク初披露した時の帽子、はい、オークションで1220万円。ナイティナインのオールナイトニッポン、もうちょっと高くてもええと思うんだけどな。マイコ
ナインティナインのオールナイトニッポン。この番組は、ジーマ、栗本鉄工所、高須クリニック、井出光興産、日本外資、ワンカップ大関、以上各社の協賛で東京千代田区有楽町日本放送キーセーションに全国36局ネットでお送りしました。エントリー採用者、群馬県ペンネーム虎の子、大阪市ペンネーム黄色いパーカー、兵庫県ペンネームゴリラババア、3名の方々にウィルソンを差し上げます。今夜の放送は Spotify のポッドキャストで無料でいつでも聞き直すことができます。なお Spotify では本日の放送分だけではなく過去の放送アーカイブも独占配信されていますので、聞きたい方は Spotify のアプリをダウンロードしてぜひチェックしてみてください。はい、そしてナイナイ歌謡祭グッズ発売中、はい、歌謡祭ホームページでゆっくりご覧ください。クリアファイル注意ということでお願いします。はい、さあ、メールの方行きましょう。はい、ラジオネームスバル、プライドを持って帰ってきたアイドルの替え歌を歌いきれない人間がプライドを語るべきなのか、私はふと感じ、こんなザレ事をどこまで続けるのかと不安になっております。ザレ事そんな言葉使う、ザレ事ザレ事、そんなこと言われた初めてやわ。ちょけてますねとかいうのはあるけど、ザレ事なんて言われたのも初めてですけどね。サザンの歌詞で出てきそう。いやいや、もうなんか賢い人なのか、そんなね、ずっとザレ事でやってきましたから、うん、はい、何十年も、もうすいませんっていう感じですけどね。ラジオネームたつき、岡村くんが言ってたタメ口のリスナーって俺のことだよね。覚えてくれてありがとう。また遊ぼう。誰や。誰。たつき、たつき。こいつ。久しぶり。中二やろ、たつきなの。中二ぐらいちゃうのか。今日聞いてる週や。聞けない。あのたつき、あれやろ、まあ、あのオンタイムで聞いとらん時あるもんな。こっちから呼びかけてもなんか仕事かなんかなんかあんねやろうけどな。今日たまたま聞けたから、聞けたらもうシャッと帰ってきよったよ。たつきや、覚えとかなあかんな。たつきくん、たつき調子乗ってもう一枚来て、いやもうアイドル歌わんでいいよ、わら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 。今日は歌う気はなかったけどね、なんかなんか歌えんちゃうかみたいなで祭り上げられて、うん、なあ、あんなん、なんやろな、スポティファイでずっと聴ける思ったらゾッとしますけどね。これヌーさんの時の白日と一緒やよね、なんか、うん、時にはみたいな、いやそうそうそうなってなるやつな。白日もわからなかったけど、アイドルはどうなんや、そんな感じなんねや。いやなんか微妙にちゃうねん、なんかなんていうのかな、ちゃうねんね、段落ごとに。だ無理やねんって、ほんまに無理。じゃあもう撤退した方がいいよ。撤退します。マキシマムザ卒論には悪いけども、もう撤退します。一緒に頑張ろうなんて言って、もうごめんなさい、ザレ事ですよ。そうなんだよ、今日ずっと2時間ザレ事しかしてませんでした。はい、で皆さんもザレごとにお付き合いして、ザレごとメール、ザレメールを送ってきていただきまして、誠にありがとうございました。やらしい終わり方するわこれ。わーわー言うとります。お時間です、さようなら。